もしもそう言ってどこやってた焦る、うん、今バカするわかんない鈴子は、うん、一人よ、100円枯れたバラの葉っぱを大事だ大事Thank you.
午前中にお姉さんも動画撮られてる。いや、もう私はそんな撮れなかったらだけじゃん、俺が走ってる時に話してしまいにははしご持ってこいって言いやがって目で伝えたの誰が社長が変わってこうじゃん、こうじゃんやった知らないよだってそうなんだよじゃ口ついたんだから、うん、口で喋らんの私に合図してた、合図真ん中、ここ、これ、これ。真ん中、こっちでいいの？そう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 。こうやっていいの？うん。出てるって作った？うん。はいはいはい。あ、本当だ。バラの花束。気持ちいい。あげる数は多分なかったね。悩みだめだよ。
カウンター。かわいいやつに乗ってるよ。あ、そうや、米めくりくりで持ってるでしょ。でもそれにしたんだよ。17番から分かんないんだけど。17番全然違う。うわ、立派やな。ありがとうございます。
何すごい濃いね。濃い色だね。ねうん。ブラックだって。ブラックなんでしょ。
だからさ、ここにさ、持ってるのかな？ここどうぞ。なんでこんなの？うちの花が。なんでこんなの？バラの匂いバラですから。バッチするまでだな。なんだこれ？なんだ？どうしたの？カメラ。どうしようかな。これもデートだった。ありがとうございます。
これ。